加藤学は、日本の政治家、元衆議院議員、上田市立塩田中学校、長野県上田高等学校、早稲田大学小学部卒業後、NHK に、ディレクターとして入局。国立マラヤ大学大学院、ロンドン大学、ソアス大学院経済学博士家庭中隊、ジェトロアジア経済研究所研究員、国際林業研究センター客員研究員など、 歴任する。2005年、第44回衆議院議員総選挙に初めて、立候補。自由民主党の宮下一郎に敗れる悪戦。2009年、第45回衆議院議員総選挙では、宮下を破り初当選した。2012年の消費増税をめぐる政局では、野田内閣による、 消費増税法案の閣議決定に抗議して4月2日に党総務副委員長の辞表を提出し4月23日の党役委員会で受理された6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決では党の賛成方針に反して反対票を投じた民主党は7月3日の常任幹事会で 党員資格停止2ヶ月の処分とする方針を決定したが、加藤が7月4日になって離党届を提出したため、7月17日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とすることを正式決定した。7月11日の国民の生活が第一決闘に参加した。7月17日に民主党を除籍になるまでは、 政党の二重所属状態であった。12月16日の第46回衆議院議員総選挙に日本未来の投稿人で出馬するも、宮下に敗れ落選。落選後は政治活動の停止を表明しており、講演会も開催している。ありがとうございます。